久保、再三チャンスを作るもマドリー相手に逝く。ソシエダの試合おもんねえ。ソシエダ PK2 本で負けるのくさ。ソシエダ4連敗か。ソシエダ降格待ったなし、次のマジョルカ戦だったかな。マジョルカの方がいいサッカーするんじゃねえの。久保はマジで上手かったな。とりあえずこの試合の限りでは久保がデュレル、ロドリゴよりも下扱いされるのは間違いなく誤りであることは再度確信した。相変わらず久保とスビメンディだけレベチだけど、早く移籍した方が良さそう。久保をサイドに追いやるの、今のルやめてくれよ、ガチもう見てらんない。ソシエダは久保を真ん中でやらせてくれ、マドリーでこんだけ戦えるんだから、王様してもらおう。ソシエダには本当にもったい。久保建英を見るために毎週つまらないソシエダの試合を見る拷問から解放されたい。